広島ファン、にっこり。広島巨人に勝利、最下位ヤクルト阪神にサヨナラ勝ち。村上来た。最高の結果やな。しかし、一人勝ちなんという素敵な悲劇なんでしょ。広島が HR 打ち始めたら弱みがないよ。アドウアが勝ちならもういけるやん。坂倉聖金が打ちまくりですわ。カープが落ち材料なさすぎて確定やな。そもそも難関幕いってない感ずっと醸しながらずっと強かったし、末包めないにもかかわらず首位から落とせなかった時点でね。もしかして中日に ER、 今年のセリーグは首位に立った瞬間連敗し始めるけど、広島はどうなるのか。横浜はもうダメやね。振り向けばドラゴン。広島独走態勢入ったな。聖金復帰で弱点がなくなった。名将新井さん、末法で優勝やな。そりゃでかい存在やけど、そこまで当てにできる選手じゃねえぞ。聖金は聖金もだけど、エースで坂倉が謎に復活したのがね。広島9連戦の大手アドは丸、床田、大瀬良、森、森下、栗、玉村、野村、床田、ビジター6連戦込みで5勝できたら、まあ大分楽にはなるやろな。そんな強くなさそうに見えて全然落ちてこないな。やっぱ若い選手はエース出た方がいいよね。罰ゲームなんかじゃない。こその末金坂倉のクリーンアップにビビりすぎやろ。丸も鈴木誠也もいないのに、いいクラスに負けるチームが優勝を逃します。